メガラプトルのカギ爪メガラプトルは、白亜紀後期のアルゼンチンに生息していた肉食恐竜。全種に巨大なカギ爪を持つことで知られている。メガラプトルは、白亜紀後期序盤の南米に生息していた軽量かつ細身な大型獣脚類である。その最大の特徴は、学名の由来にもなった前腕の三日月型のカギ爪、シックルクロウである。このシックルクロウは、 ドロマエオサウルス科のそれと断面が酷似しており、その使い方も似通ったものだったと考えられている。一方で狙う獲物は、ドロマエオサウルス科のように自身の数倍の体重は、あろうかという種類ではなく、どちらかといえば、自身より、小柄同体格の獲物を狙っていたらしい。断片的な頭蓋骨から復元された頭部は細長く、得意な外貌をしており、一見すると、基地の どのグループとも似ていない姿である。かつては、小型獣脚類ドロマイオサウルス類の中で最大の属と言われていたが、実は35センチメートルもある巨大なカギズメは、後ろ足ではなく、前足にあったことがわかり、大型獣脚類のカルノサウルス類か、スピノサウルス類の一種だと考えられた。近年になって、カルノサウルス類の中でもカルカロドントサウルス類に近かった。 あるいは原始的なティラノサウルス類、もしくは独自のコエルロサウルス類に属するという説もあり、いずれにせよ、化石が断片的なため、テタヌラ類であること以外は、分類が未だにはっきりしていない。日本で化石が発掘された、福イラプトルは、メガラプトルと禁煙と見られている。ありがとうございます。